食べ過ぎてしまった、うん、日の熊ランとヤマトイオリちゃん同じ答えを書いてみました。すごい、なんだ、はい、こちらあれ、なんて答え、明日はスタジオ収録なのにタイマーを食べ過ぎてしまった。やべえ、もう飽きませんよこれは。これは放送できない。ちょっと待って、やめて、見せないで、見せないで、ちょっとやめて、やめて、見せないで。モザイク、モザイク、ないよ。食べ過ぎだね。あ、イオリちゃんもそう思ったよね。感じがこれだった。ねえ、いや、これはひどい。ダメですよ、アイドル部。ダメですから、こんなもの。ダメですよ、これは。はい。じゃあ、続いて、樋口楓さんの醜い品。はい。白鳥の子供やと思ってたら、アヒルでした。イラストだけ見たことあって何も知らなかったんですよ。なるほど、いいですね。にしてもちょっとぶっきらぼうだよね。それでは行きましょう、はい、日野熊蘭さんの答え、はい、おい、合ってるよね。すべてをぶちまけたバラバラにしたぞということで。こんなバカやな。ねえ、そういうことよ。乱暴なんですね、これ。なんか、言葉ちょっと、しっかりね、あの、書いていただかないと。そういうことだよ、でも、そういうことよ。ワインですよ、ちょっと。はい。サンヌクもくれないんすか？かけません。厳しすぎよ。すべて、星野さんの答え。え？図を分か、図形を分かりやすく開きにしたものということで。魚かな。ね、アジの開きみたいなね、ニュアンスを感じるんですけども。間違ってはないですけど、なんかちょっと、んってなったのだよ。3点とマイナス2点。友情ポイント、友情ポイント。友情ポイント、友情ポイント込みでね、3点にさせていただきます。え、込みで意味はね、そこまでは間違ってない。ヤマトさんの答え。たぶんまだ習ってないです。合ってるはず。小学生よ、小学生な、どこかですかね。あの、義務教育なんでね。これ本当に小学校の範囲ですか。もしかしたらまだ小学生なのかもしれない。まだもしかしたらね、小学生アイドルかもしれないですけど。イオリンの回答。あ、はい、合ってる。アヘンを食べてみんなが怒った。もう良くないな。完全に間違ってるとは言い切れないんだけど、まあ、言えないのよこれは。完全に間違ってるとは言い切れないんですけど。アイドル部良くないな。良くないですね。やってんな。ルローニケンシンで見たんですよ。あー、そうだ、ルロケンなんて言った。あった、だから怒っちゃったの。なるほど、ルロケンでなんか怒ってるイメージあったんだね、多分ね。あった、そうそう。フレンさんの答え。はい、だいたい10キロぐらい。おーいなー、10キロは一緒に買い物できないな。グラムって言ってるしな。本当はグラムって言ってる。でもこれなんか知ってるか知ってないかじゃないですか。これはもう仕方ないことですよね。これはコンビニで。あとそれは勉強というものの否定です。それとはね、逆にあのすごく軽い方もいらっしゃいますね。ヤマトさんの答え。嘘。1キログラム、1グラムです。軽いなぁ。1円玉と一緒だ。わかんないですね。牛乳パック持ったことある？牛乳パックはある。あるなぁ。1円玉と一緒かなあ、でも力仕事好きなんで腕が強いのかもしれない。なるほど。あー、パワーがありすぎて。もう水が1グラムか。これじゃカイジが沼ね、攻略できないんですよね。この重さで攻略しましたから。確かに。ね、困っちゃいますね、カイジも。フレンさんの答え。はい。エドメ、PA プラス。もう、これが成層圏に層を形成したらもう、宇宙船、ぬるんぬるになりますよ。通過するとき、ぬるんぬるんですよ。冷やし
焼け止めのあれ分かんなくて私ちょっとカンニングしましたからね。おっとスピードないぞ。まあもう間違ってるからいいですけど。ひのくまらんさん、ほんのに呼んだ回答。これメープルなんだね。うん。まず。もう何だあれやめろ。ちょっとすいません本当に。何もあれ。二人もう怖い。申し訳ないですね。じゃねえよ。初めて聞いた。いや、ごめんこれ N に見えたしね。ちょっとね。あ、N に見えたし、プルをね、こうやっぱこう見えてたな。ということで次の問題いきますね。はい、じゃあ日の熊乱太郎のファーストラブ。何かあったかな。処女。え、もうやめないよ。言ってよ、お前もいい笑顔だな。お前マジで。おい。こいつどうにかしろよ。ファーストラブでしょ。ファーストラブでしょ。水野愛さんの回答見てみましょうか。泥沼。あ、違う。これは狙いましたね、絆さん。あ、ちょっと聞いて聞いて。さっきの初恋の回答で私気づいちゃったんだけど、でその初恋とか三角関係って分かった上で、それの意味をさらに答えるんだと思ったの。だからちょっと他のやつも見てほしい。なんか他のやつはそういうならですけど、ユーバーのデスティニーのなんかすごいやつってのは何ですか。これはどう考えても別ですけど、これは分かんなかったから。なんかでもディスティニーってなんかすごいやつじゃないですか。なるほどね。どうしよう。ディアリスちゃんの絆愛ちゃんの名言はこちら。私はあなたと、そしてみんなとコンセントになりたいのよ。似てる似てる。コンセントになりたいか。似てる似てる。見れる。コネクトをね、コンセント。確かに見れる。惜しい惜しい。なんかね、そんなゲームねありましたけどね。愛ちゃんコンセントになりたいね。コンセントになりたい。なりたい、なりたかった。コンセントになりたい。あなたと。フレンちゃんのスバル様見てみましょうか。うん、はい。スバル様は犬です。違う違うの。みんな知ってるフレン以外。スバル様とドッグしか意味がわからなくて、もうこれしかなくて、これしかなかった。犬だと思ってるわけじゃないの。だって書いてあるもんだって。そこにハザロットオムってなんだよ。難しいよ。なるほど。じゃあちょっとデローサの見てみますか。デローサのスバル様。見てみましょうかね。スバル様は犬の中ですごい。え、スバル別荒れてますこれ。別荒れてますよ。もう良くないよ。びっくり。スバル、ネジさんじに悪いことしたかな。ヤマトイオリちゃんの展開さん見てみましょう。司は暴君のように麻雀机を運転します。そうや、乗り回してんだ街を。確かにね、下にキャスターはついてるからね。多分で運転。そうそう。でね、多分ボートで、ボウク。イラストで見たいですね。見たいですね、これね。ぜひ、石井さんに書いていただきたい。じゃ続いて、ひのくまらんさんの自分の自己評価、こちらです。うん。私は、人々に災いをもたらしています。どういうこと。どういうこと。合ってるこの企画中においては合ってる。なるほど。やっぱりこれ何、災いってどこから出てきたですかね。いや、なんかそのスマーチャ
ダストオフなんかツルツルみたいな。これが災いだと思ってた。そう。わかんねえなー。今日のことですかね、これはね。フレンちゃんの将来の夢。はい。うん、I don't hope。あ、何も望めない。嫌なことでもあった。夢がありますかみたいな感じだから、夢も希望もないですよっていうのを伝える。なんでなんで待ってよ、なんでなんでそんなこと言うんだよ。なんか思いつかなかったんですよね、夢が。希望もないっていうことです。ちょっと闇が。ね、サンジ夢だらけだろ。んだよ、夢だらけよな。それよな、キャラ付けしとこうかなって、このちょっと闇がある女の子ですね。闇か。お前には無理だ。じゃあその二次三次のお仲間、デロンさんの人。アイ、ビア、ミート。二次三次。あらら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 。あれ、まあ、今の。どうした。稼いでニートになりたい。ニートになりたいか。そうやったね。末永く活動してくださいよ。ファンは待ってますよ。さっき私の回答聞いて夢は希望もあったのに。確かに事故だからね。ニジ夢も希望もないのか。ちょっとニジサンジの2人の回答がこと寂しいこと思ってますけどね。良くないな。良くないですね。いや、まあ、いや菅さんを読めてれば。確かにね。ちょっと間違ってるかな。カンさんだったから。いや、アイちゃんすごい。